お待たせいたしました。配信始まっていますかね。では、皆さん、入っていただけますか。よろしくお願いします。はい、見えてますかね。こういう、来ました、来ました。すみません、慣れていないもので。はい、見えてますかね。よろしくお願いします。お願いいたしまお願いす。します。さあ、今日はですね、フジテレビのデジタル紙芝居という取り組みで、フジテレビのアナウンサーによる音読企画が行われているわけなんですけれども、今回はフジテレビ系列各局とのコラボレーションの中で、TSS テレビ新広島とのコラボレーションで、シンデレラの作品を作っていくことになりました。TSS テレビ新広島のアナウンサーと、そしてフジテレビからは、三宅正治アナウンサーと石山菊江アナウンサーにご一緒していただいて、広島のご出身のお二人をお迎えして一緒に作っていこうということになっております。今日は初めてみんな揃っての練習をしようということで、読み合わせを今このように配信をさせていただくということになっております。ということで、改めてですけれども、自己紹介、ご挨拶をちょっと一言ずつしていこうと思いますので、まずはフジテレビの三宅アナウンサー、お願いいたします。はい、広島出身の三宅でございます。よろしくお願いいたします。僕はこういうの紙芝居に出るのは初めてで、今回は TSS さんということで、やっぱり広島出身が私としてはですね、ここは、ぜひやらせていただこうということでございまして、参加させていただきました。僕に割り振られたのがですね、何か5人ぐらい 割り振られてまして、これ、5つ声を変えろっていうことなんだろうなと思うんですが、果たしてそれができるかどうか。カープが一勝もできない中で精神的にかなりやられてますんですね。気持ちを立て直しつつ、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしおま願いす。します。では続いて、西山喜久恵アナウンサーお願いします。広島尾道出身、西山喜久恵です。どうぞよろしくお願いします。私はフジテレビで、このデジタル紙芝居のチームを、中心メンバーとして頑張っていたんですけれども、系列の皆さんとのコラボが始まった時に、いつ TSS と埋めるのかと、ずっとずっと待っておりました。そして今日を迎えたので、もう本当に張り切っています。皆さんとコラボができること、本当に広島出身アナウンサーとして嬉しく思っています。で、私はですね、ウバの、魔法使いの役ですね。そして貴族 B を担当します。もうちょっと年齢的にウバなら任せてください。ということで、頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しみにしております。よろしくお願いします。では続いて、 TSS テレビ新広島の方からも自己紹介させていただきます。深井さんからお願いしはます。い。テレビ新広島アナウンサーの深井俊です。よろしくお願いいたします。朗読紙芝居の読み聞かせというところで、やっぱりこのニュースだとか、スポーツ実況とか、ナレーション読みともまた違うですね。本当にこの独特な、コンテンツだと思ってます。以前に DSS でも朗読のイベントを地域の皆さんをご招待したりして、やっていたこともあったんですけれども、なかなか、そういう機会がないと、朗読っていうのは、やることがアナウンサーでも少ないので、今回のこのデジタル紙芝居というのは非常に、楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。お願いします。では続いて、木村アナウンサーお願いします。はい、木村ひとみと申します。私は今日、姉 B という役をやらせていただくんですが、実はこうやってアナウンサー集まっての朗読、初体験なので、すごく楽しみに、そして頑張るぞという気持ちで今日参りました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。では続いて、中西アナウンサーお願いします。はい、テレビ新広島アナウンサーの中西敦子と申します。入社4年目になりました。私も朗読に挑戦するのは今回が初めてで、すごく難しいなというふうに思いました。
間だったり緩急だったりをちゃんと使ってどういうふうに情景を表現するのかっていうのは、私は今回ナレーターを担当するんですけれども、すごく朗読の奥深さというのを感じました。今日はしっかりと表現できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では続いて梶谷アナウンサー、お願いします。はい、 TSS アナウンサーの梶谷花です。入社2年目になりました。朗読は初挑戦です。そんな中、私にいただいた役はシンデレラです。物語を通してすごく感情の振れ幅が大きい役なので、その感情を声でしっかりと丁寧に表現できるように頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてこの他にですね、テレビ新広島から西山穂乃香アナウンサーがメンバーに入っているんですけれども、今日都合でちょっと参加ができませんので、代理で古澤アナウンサーに、はい、お願いすることになっています。古澤さん、お願いします。こんにちは、古澤智子と申します。フジテレビでは佐々木京子アナウンサーと同期になるんですが、ちょっとしばらく大きな病気をしてですね、久しぶりの朗読ということで、今日は私大変緊張しております。大体ですが頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。あ、そして申し遅れましたけれども、 TSS の衣笠理央と申します。今は夕方のニュース番組を担当しているんですけれども、朗読も久々になりますので、とても楽しみに、ちょっと緊張しながらやっていきますけれども、皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。そして、まあ今回デジタル紙芝居、ぜひ検索していただいたら、いろいろな作品が今までのもの出てくるんですが、今回は広島のご出身のお二人をお招きしてということで、シンデレラの作品なんですが、少し広島弁が登場するような形で作らせていただいておりますので、ちょっとそのあたりも注目していただければと思います。まあ、今から私たちの練習の時間となりますので、見ていただいている皆さんもちょっとリラックスをしながら覗き見をしていただくような気分で楽しんでいただけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ですけれども始めていきたいと思います。皆さん準備はよろしいですかね。それでは参りましょう。よろしくお願いします。シンデレラ、アンドルー・ラム、大久保優役。昔々、一人の男の人がいました。男の人は、ある女の人と二回目の結婚をしたのですが、その女の人はいつも偉そうにして、お高く泊まっている人でした。女の人にしても2回目の結婚でして、前の旦那さんとの間に2人の娘を設けていました。その娘たちと来たら気まぐれで、本当に何から何までその女の人にそっくりでした。同じように男の人も、前の奥さんとの間に幼い娘がいました。それはそれは誰よりも思いやりがあって、お母さん譲りの優しい心を持った少女で、世界で一番美しい心の持ち主と言ってもいいくらいでした。結婚式が執り行われて間もなく、ママ母はその本性を表し始めました。可愛らしくて人が良いこの少女がいると、自分の娘が何とも惨めに思われるので、ひどく邪魔に思えました。そこで、少女をとびきり惨めな仕事に就かせようと思い立ちました。お皿をジャブジャブ洗わせ、テーブルをゴシゴシ拭かせ、自分や娘たちの部屋を目いっぱい掃除させました。部屋まで惨めにしようと、狭くて暗い屋根裏部屋に追いやってしまいました。ベッドもなく、そこには藁がどさりと置いてあるだけでした。でも自分の娘たちには、それぞれキラキラのきれいな部屋に住まわせ、ベッドも今流行りのベッド、置いてある鏡は頭からつま先まで映せるほどの、それはそれは大きなものでした。かわいそうに
少女は我慢するしかありませんでした。たとえお父さんに言ったところで、忙しいと言って取り合ってくれないからです。聞いてくれたとしても、お父さんはあの女の人の言いなりですから、どうにもなりません。少女は仕事が終わると、いつもかまどのある小部屋へ行きました。そこは燃え殻と灰でいっぱいで、いつもその中で座っていました。そのためみんな少女を灰娘と呼びましたが、ちょっと勉強のできる下の方の姉がもう少しきれいな名前で呼ぼうと、灰かぶり姫という意味のシンデレラという名前をつけました。シンデレラは灰だらけで汚く見えたかもしれませんが、本当の顔は姉たちよりも100倍も凛々しかったのです。姉たちがいくらきれいなドレスを着ても、かないっこはありません。あるとき、王子様がダンスパーティーを開くことになりました。お金持ちの人や有名な人など、いろんな人が招かれました。シンデレラの家の二人の姉も、服がきれいでひときわ目立っていたので、もちろん声がかかりました。二人は大喜びで、早速ドレスはどれにしようとか、ペチコートはどんなのにしようとか、頭に何を飾ろうとか、あれこれ悩み始めました。けれども、シンデレラにしてみれば、面倒なことが一つ増えただけでした。というのも、姉たちの肌着をアイロンがけしなくちゃならないし、フリルをつけなくちゃいけない。全部シンデレラの仕事なのですから。それに引き換え姉たちは、朝から夜までどうおめかしすればいいかしらと喋るだけでした。上の姉がこう言うのです。私としては、フランス製の縁かぶりがついた赤いビロードの服なのよ。一方、下の姉は。私はお気に入りのペチコートを着たいんだけどね。でもそれだけじゃダメだから、ゴールドの肌付きのお気に入りのケープね。あと、ダイヤモンドの胸飾りね。これって普通は手に入らないものなのよ。という次第です。それから衣装の扱いの上手な女性に頼んで、ぴったり合うように頭飾りを2つ直してもらったり、ドラポシェのお嬢さんからは赤いブラシとつけ袋をもらったりしました。シンデレラも服選びに呼ばれ、どんな格好がいいですかと2人に聞かれました。実はシンデレラはとてもセンスが良くて、二人の着る服をいつもアドバイスしたり、頭をきれいに飾ったりしていたのです。だから二人の姉はこぞってシンデレラを呼びました。シンデレラが服を飾っていたときに二人は言いました。シンデレラ、あなたもダンスパーティーに行きたくなくて？しかしシンデレラは悲しそうに微笑んで言いました。ご冗談をお姉様、私が行くなんて滅相もありません。そういうシンデレラに二人は後悔しました。その通りだね。だってシンデレラなんかがダンスパーティーに行ったらみんなの笑い物ですよね。シンデレラさえやらなければ、二人の頭はヘンテコリンになってしまうのに。でもシンデレラは優しい子だったので、二人の頭を完璧に仕上げました。二人は嬉しさのあまり、二日間何も食べませんでした。それくらい嬉しかったのです。また体を細くすらりと見せようと紐で無理やり絞ろうとしてたくさん紐をちぎってしまいました。
そういうことをした挙句、何度も何度も鏡の前で自分の姿を見つめるのでした。ついに楽しいその日がやってきました。二人はお城へ出かけていきました。シンデレラは遠ざかっていく二人をじっと見つめていました。二人の姿が見えなくなってしまったとき、シンデレラは突然悲しくなって泣き崩れてしまいました。そのとき、シンデレラの乳母が泣いているシンデレラを見つけて、どうしたの?と聞きました。私、本当は。と、シンデレラはそこから先が言えなくなってしまいました。涙が次から次へと出てくるばかりで、言葉が出てこないのです。そんなシンデレラを見ていたこの乳母、実は妖精の国生まれの魔法使いだったのです。お前はダンスパーティーに行きたいと思っている。違わないかい?シンデレラは、はい。と、ため息交じりに答えました。乳母は、よろしい。と言い、シンデレラに向かって話を続けました。ほんの少しの間でいいよ。いい、してな。そうすれば、なんとかしてやろうじゃないの。それから乳母は、シンデレラを部屋に連れて行き、言いました。庭に出て行って、かぼちゃを持ってきておくんな。シンデレラはすぐに畑の中で一番大きなかぼちゃをもぎって乳母のもとへ持っていきました。でもシンデレラはこのかぼちゃのどこをどうしてダンスパーティーに行けるようになるのか全く思いもつきませんでした。乳母はかぼちゃの中身を全部ほじくり返して硬い外側だけにしました。その後、短いステッキでちょんと叩くと、かぼちゃはたちまち、大きくて立派な馬車に変わってしまいました。金色でキラキラ輝く四つの車輪がついた馬車でした。それから乳母は、ネズミ捕りのあるところへ行って、中を覗きました。ハツカネズミが六匹、生きたまま引っかかっていました。は乳母に言われたのでネズミ捕りの入り口をちょっとだけ開けました。するとハツカネズミがぴょんぴょんと一匹ずつ出てきて、乳母はネズミがぴょんと出てはステッキで叩き、ぴょんと出ては叩きを繰り返し、あっという間に6匹のハツカネズミは6頭の馬に変わってしまいました。そこにいるのはハツカネズミみたいな綺麗な灰色のブチがついた立派な馬の一団だったのです。ただ運転手がいないので馬たちは落ち着かないといった感じでした。シンデレラはピンときて馬に言いました。ということは御車が必要なのでしょう?私今度はドブネズミの罠のところへ行って引っかかっていないか見てきますわ。乳母はシンデレラにこう言いました。ああ、その通りだね。行ってしっかり見てくるんだよ。シンデレラが罠を乳母のところに持ってくると、中には太ったドブネズミが3匹いました。乳母は3匹の中から、ひげが一番長い1匹を選び、妖精のステッキで叩きました。するとドブネズミはたちまち明るいデブッチョの御車に変わってしまいました。皇帝のひげを蓄えてその偉そうなことと言ったら誰にも比べようがありません。次に乳母はシンデレラにこう言いました。
もう一度庭に行っておくんな。じょうろの陰にトカゲが6匹いるから、それを捕まえてくるんだよ。シンデレラはすぐに捕まえてきました。ウマはトカゲたちを6人の召使いに変えてしまいました。6人の召使いは馬車の後ろに急いで飛び乗りました。召使いは金や銀で飾り立てたお敷地に身を包み、ずっとそればかりやって、もう慣れっこだと言いたいかのように、馬車の後ろにぴったりしがみついていました。馬は一段落をつけて、シンデレラに言いました。ほーら、もうここにはダンスパーティーに行くには十分な馬車もお供も揃ったよ。ん？嬉しくないのかい？シンデレラはポカンとしていたが、はい。と言いますと、あることに気がつきました。でも、私、こんな汚いボロではいけない。そこで、ウバはステッキでシンデレラの服を叩きました。すると、どうでしょう。みるみるうちに、シンデレラの服は金や銀、宝石などを散りばめた立派なドレスに変わってしまいました。そして、ウバは、一足の小さなガラスの靴をシンデレラに与えました。世界のどんなものより可愛らしい素敵な靴でした。こうしてシンデレラはすっかりおめかしして馬車に乗り込みました。けれども乳母は最後にシンデレラにある注意をしました。ダンスパーティーを楽しむのはいいけど、夜中の12時を超えてはいけないよ。もしちょっとでも過ぎたら、馬車はカボチャに、馬はハツカネズミに、御車はドブネズミに、召使いはトカゲに、ドレスはボロに。みんな元に戻ってしまうよ。と、シンデレラは馬に、12時までにはダンスパーティーから帰ってきます。と約束しました。それからすぐさま馬車は走り出しました。シンデレラは湧き上がってくる喜びを隠しきれないでいました。王子様は誰も知らない素敵なお姫様がやってきたと聞いてお迎えしようとさっと出てきました。シンデレラが馬車から降りると、王子様が手を取って、ダンスパーティーの会場へ案内してくれました。すると会場は、シーンと静まり返って、みんな踊るのもバイオリンを弾くのも忘れて、新しくやってきた見知らぬ絶世の美人を前に、シーンと見つめることしかできませんでした。しばらくすると、ざわざわとみんなは騒ぎ出しました。おい、あの人、大変な美人じゃの。ねえ、あの人、大変な美人、大変な美人じゃねえ。王様はもうお年でしたが、それでもシンデレラの美しさにはびっくりしてしまいました。そして、隣にいるおきさき様に、昔お前を見た時もあの少女のように美しかったんだよ。と甘くささやかずにはいられませんでした。会場にいた女の人はみんなシンデレラの服や頭飾りがあまりに素晴らしいので次の日に真似してこようとじっと見つめました。でもそれには馬が与えてくれたような素晴らしい存在とシンデレラのような見事な腕前が必要なのですけどね。王子様はシンデレラをパーティーの主役が座る席に連れて行きました。そして、一緒にダンスをしましょう。と、フロアに手を引いていきました。みんながう
とりするほどシンデレラのダンスは上手でした。おいしそうなお菓子が出された時も王子様は一口も食べず、ずっとシンデレラの顔を見つめていました。シンデレラは姉たちのそばに行って座り、大変丁寧に挨拶をして、王子様からもらったオレンジやシトロンを分けてあげました。二人の姉はシンデレラだと気づかず、とてもびっくりしていました。シンデレラがこうして二人の姉を楽しませているうちに、11時45分の鐘が鳴りました。シンデレラは慌ててみんなにお別れの挨拶をしてから、一目散に会場を後にしました。家に帰るとシンデレラは急いで馬を探しました。そしてお礼を言いました。あともう一つ、シンデレラには言わなきゃならないことがありました。明日もダンスパーティーに行きたいということです。というのも、王子様が、明日もぜひ来てください。と言ってくれたからです。シンデレラがダンスパーティーのことを馬に嬉しそうに話していたとき、ちょうど二人の姉が玄関のドアをノックしました。シンデレラは走って行ってドアを開けました。遅いお帰りでございますね。と目をこすって伸びをしながらあくびまじりにシンデレラは言いました。誰が見ても今起きたばかりにしか見えませんでした。でも姉たちが出かけてからシンデレラは一度も眠いと思ったことはないのですけれど、下の姉が言いました。もしあなたがダンスパーティーにいたならば、一時も退屈することはなかったでしょう。なんてね。だって、綺麗なお姫様が突然現れたのよ。もう見たことないぐらい美人なの。すごく礼儀正しくて、私たちにオレンジとかシトロンとかくれたの。シンデレラは面白くないふりをしました。でも一応、お姫様の名前って何て言うの？と聞きました。二人の姉は、名前は知らないけど、王子様はそのお姫様にドキドキしていたわ。と言いました。王子様なら、名前を知るためにこの国だって与えかねないわ。と、この時ばかりはシンデレラも微笑みました。それからこう言いました。とても綺麗なお姫様でしたので、羨ましい限りですわ。私もそのお姫様が見たくなってきましたわ。ねえ、シャルロットお姉様、お姉様のいつも着ているあの黄色い服、貸してくださいませんか？それに対して、上の姉のシャルロットは、甲高い声で言いました。まあ、そう来ると思ったわ。あなたのような薄汚い配布に、私の服を買ってって。バカにしてるわ。シンデレラも、そういう返事が来ると思っていました。逆に、そう言われて嬉しかったくらいです。だって、もし姉たちがお遊びで服をくれようものなら、シンデレラは惨めな気分でパーティーに行くことになったからです。翌日、姉たちはダンスパーティーへ行きました。シンデレラも行きました。昨日のパーティーの時よりもっとおめかししていきました。王子様はずっとシンデレラのそばにいて、いつも優しい言葉をささやいてくれました。あまりにも楽しかったものですから、シンデレラは時間のことなんてすっかり忘れていました。今は11時くらいかなとぼんやり思っていたのです。するとどうでしょう。12時の鐘が鳴っているではありませんか。シンデレラはびっくりして飛び上がり、うさぎのようにそそくさと
逃げ出さなくてはなりませんでした。王子様は一生懸命追いかけましたが、シンデレラはもう行ってしまった後でした。けれど、シンデレラのガラスの靴が片方残っていました。王子様はそろっと靴を拾い上げました。シンデレラは息を切らしながら、なんとか家へ帰れました。服はすっかり元のボロに戻っていて、綺麗だったあれやこれやは何もありません。ただ、お城で落としたガラスの靴のもう一方だけが残っていました。そのすぐあと、お城の門番が、誰かお姫様が抜け出さなかったかと聞かれました。すると門番の一人が、ああ、若い娘が一人出て行きおりました。と答えました。おいじゃが、ボロを着とって、お姫様いうより貧しい田舎の娘いう感じだったです。と。やがて二人の姉もパーティーから帰ってきました。シンデレラは、楽しかったですか？また、あの素敵なお姫様はいましたか？と聞きました。二人は、ええ。ええ、いましたわ。と答えました。でも、十二時の鐘が鳴ったとき、慌てて飛び出していって、慌てすぎて、ガラスの靴を落としたのよ。と。とっても可愛い靴で、王子様が拾ったの。だって、パーティーの間中、ずっとそのお姫様のことばかり見ていたんですから、当たり前のことだけど。と続けました。そして最後に、王子様は、そのガラスの靴のお姫様に、一目惚れしたに違いないわ。と付け加えました。二人の言ったことは、全くその通りでした。何日か経った日のこと、トランペットが鳴って、王子様のことでお触れがあると言ったのです。なんと、その拾ったガラスの靴がぴったり足に入る女の人を、王子様の花嫁にするというではありませんか。王子様に言われたお役人はいろんなお姫様にその靴を履いてもらいました。それからいろんな人の奥さんやお城にいる娘たちにも履いてもらいましたが、ぴったり入る人は誰もいませんでした。靴は回り回ってシンデレラの家にもやってきました。姉たちは何とかして靴に足を押し込もうとしましたが、どうにもこうにもなりませんでした。シンデレラは横で見ていて、ガラスの靴が乳母からもらったあの靴だということに気がつきました。そこで笑いながら言いました。私にも合わないかどうかだけ確かめても。二人の姉はふっと吹き出してシンデレラをからかいました。でも、靴の持ち主を探しているお役人はシンデレラをじっと見つめました。お役人はシンデレラがとても凛々しい顔をしていると気づいたのです。そこでお役人はこう言いました。履いてみんさい。誰にも試してみいと言われておりますけ。と。お役人はシンデレラを椅子に座らせ、足に靴をあてがうと、つるりと入ってしまいました。まるですべすべに磨いたみたいに、シンデレラの足にぴったり入ったのです。二人の姉はびっくりして何も言葉が出てきませんでした。でも次の瞬間、もっとびっくりしました。シンデレラがポケットからもう片方のガラスの靴を取り出して自分の足にはめたからです。
そこへ乳母がやってきて、シンデレラのボロをステッキでちょんと叩きました。シンデレラの服はみるみるうちに、前よりももっときれいな服に変わってしまいました。さすがに二人も、ダンスパーティーで見たきれいなお姫様が、シンデレラだったことに気がつきました。二人はシンデレラの前にひざまずいて、今までひどいことをたくさんしましたが、どうか許してください。と、お願いしました。けれどもシンデレラは二人の顔を上げさせて、ぎゅっと抱きしめました。そして、こう言いました。いいんです。本当にいいんです。ただ私をいつも好きでいてくれたら、それだけでいいんです。シンデレラはその姿のまま、王子様の前へ案内されました。王子様は、今日のシンデレラが今までの中で一番美しいと思いました。数日後、シンデレラと王子様は結婚式を挙げました。心優しいシンデレラの取り計らいで、二人の姉もお城で暮らせるようになり、シンデレラの結婚式と同じ日に、姉たちもお城の偉い人と結婚しましたとさ。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。はい、このデジタル紙芝居、また完成形が今度はどのようになるのかというのも皆さん楽しみにしていただきたいと思いますけれども、ちょっとここで感想と、ね、皆さんへのちょっと一言、三宅さん、西山さんにいただきたいと思います。三宅さん。いや、2回噛んだ西山さんからです。西山さん、いかがですか。すみません、2回噛んじゃいました。しかもすごい簡単なところで、はい、練習します。はい、でも、もう全体の流れっていうのはすごくきっちりできていて、で、それぞれのキャラもかなりもう、なんだろう、みんな掴んでいるので、この調子でやれば何の問題もないと思いました。いかがでしょうか。ね、なんかすごくいい。僕大丈夫でした。あ、そうか、じゃあ三宅さん次。いや三宅さんにまた、三宅さん大丈夫どうですか。ね、皆さんそんなにたくさんない、僕5つぐらいあって、すんごく探り探りやってたんですけど、なんかちょっと変えなきゃとか思って、うん、門番あるじゃないですか。門番ありますね。門番やで、すぐその後役人が来るんですよね。はいはい、だから門番と役人変えなきゃと思って、役人もじゃあ高い声で来る、役人高い声って違うかなとか言っちゃいながら瞑想しております。あ、なんかちなみに前回一番最初の時やったのかな、うん、なんか榎並が門番だったかな、うん、ああ、なんかその辺をやったんですけど、うん、門番って要はなんか、うん、ちょっとやっぱ頼りたい人。ああ、なるほど、ね。で、結局聞いたのに、全然なんか、うん、ちょっと、なんだろう、トンチンカンじゃないけど。あ、で、それで、そうか、じゃあ、逆に、しっかりめの人。もうちょっと高い声より、こっちの方がしっかりした方がいい、ね。だから普段の三宅さん。あ、普段そうですか。そうですか。門番が僕じゃないですか、大丈夫ですか。ちょっと、わかんない。門番は達川さんみたいな感じがいいです。皆さんどうですか。そういう感じ。なるほど。ちょっと今わかりました。ました。ちょっと本番までにもう少し詰めてみます。とりあえず門番は達川さん。達川さんで。はい、それも多分皆さんね、TSS の皆さんも大喜びだと思って。はい。そういう感じでいきたい。はい。あ、すみません、途中入っちゃった。いいと思いますよ。はい、皆さんのなんか感想を逆に聞きたいぐらいです。はい。
あ、僕ですか。いや、やっぱ朗読ってね、いろんな人がこう、なんていうか、紡いでいく感じなので、いいんじゃないですか。もう一つの作品を作れるという感じだったので、やっぱり僕が練習の時、こっちの自主練習の時に、それこそ門番とか、お役人のこの広島弁をやりましたけど、やっぱり僕は広島出身じゃないので、三宅さんのを聞いて、やっぱり、ああ、やっぱり、広島出身の人がいいなっていう、そういう印象はめちゃくちゃ受けましたね。ネイティブじゃけね。そうね、ティブじゃ、だからね、イントネーション、微妙なイントネーションがあるんですよ、広島弁って。10年以上広島にも住んでますけど、やっぱりこう、ネイティブの発音にはかなわない。40年以上離れてますけどね、広島から。必須の広島ですけどね。染みついておりますね。でも藤井さんがドーンってこうしっとりとスタートさせてくれるのがすごくこう聞きやすかったですよ。藤井です。あ、ごめんなさい。どうも藤井です。最初の入り方ってめちゃくちゃ難しくて、タイトル言ってみたいな、もう本当に映画でもスタートする感じのイメージってやっぱりこう入りってめちゃくちゃ大事なので、それをこう映像はなしでもう音声だけで表現しなきゃいけないっていうところなんで、なかなか難しかったんですが、はい、そう言っていただけるとという感じですね。はい、はい、なんか、ね、もうさすがだなっていう感じで入社した頃から部長みたいなそれも三宅さんもずっとおっしゃっていただいて一回さすがだね。はい、ありがとうございます。じゃあ一言ずつちょっと感想いきましょうか。じゃあ梶谷さん。はい、普段の練習の時はこう一人で気持ちを作りながらやることが多かったんですけど、今日フジテレビのお二方ともご一緒して、特に西山さんが本当のなんかお母さんのような声で、すごく安心感もあって、より私もこう役に気持ちをこう入れ込むことができたなというふうに感じて、みんなで揃って読むのはすごく楽しいなと感じました。はい、ありがとうございました。可愛らしいシンデレラですね。うんね、ぴったり。中西さんどうですか。あ、私も、ナレーター B をやったんですけど、特にそのウバとシンデレラの掛け合い、そして三宅さんの王子様の言葉も挟みながらのナレーターだったんですが、やっぱりウバ、西山さんのウバがすごく、梶谷さんも言ってたんですけど、温かい、本当に思いやりがある優しいウバっていう感じがすごく私の方にも伝わってきまして、それでこうナレーターをしながら自分の気分もすごくどん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 盛り上げながら読むことができました。あとは王子様で言うと三宅さんの王子様がすごくかっこよくて、なんかこう広島弁の時はちょっとカスタじゃないですけどなんかちょっとふにゃっとした感じの方もいたし、ちょっと王子様すごくピリッとかっこいい感じもがすごくあって、なんか自分もちょっと三宅さんの王子様を聞いた時にちょっとキュンとしてしまいました英語じゃねえ思いっきり若作りしてみました。ちょっと個人的なことで言いますと、フジテレビの入社1年目の時の研修で三宅さんと西山さんにはすごくお世話になったので、こうしてまたご一緒する機会をいただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ木村さんどうですか。はい、率直に初めてこうみんなで通してやってみてすごく楽しかったです。で、三宅さんのその年代の幅がすごくあると思うんですけど、本当に王子は若く聞こえて、王様は威厳があるように聞こえて、幅が本当にすごいなと思ったので、ちょっと私ももう少し意地悪の幅を広げて思いました。意地悪じゃないのね、寝がね、おそらくいいですね目覚ましテレビ育ちで今日のワンコまでしっかり毎日楽しみに見て育った世代なので、間違いなくいい子だ嬉しくて、改めて本番がすごく楽しみになりました。ありがとうございますありがとうございます古澤さんはちょっと今日は代打でしたけども、はい、すごく楽しかったです。多分うちのアナウンス部みんな
芸能人を見るようにキャーキャー今みんな瀬尾さんお前になってるんですけど、いや私も本当に三宅さんの生の広島弁聞けて楽しかったですし、生の生のあと西山さんの何だろう、こう本当に優しくて、である程度こう年齢を感じさせるような役だったですけど、こういう読み方ができるってすごいなって思って、はい、あとなんかこう雰囲気ももう映っただけで優しい感じが、はい、私はもう意地悪は得意なので意地悪なことが出てきたんですけど、はい、当日は西山がもうちょっと優しい感じになると思うのでよろしくお願いします。石山ほのかは意地悪できると思う。だそうです。いけるんじゃないかな、ここは。期待しましょう。いけそうな気がする。今日はちょっと参加できなかったですけれどもね、完成版の方で、はい、期待していただければと思います。すごくイメージが湧いてきて楽しかったので、これが完成形がどうなっていくのかというのをね、皆さんも楽しみに待っていただきたいと思います。金沢さんはどうでした？読んでみて。私は最後の最後のナレーターだったので、皆さんのこう世界をなんとかこういい感じにまとめたいなという気持ちでやらせていただいたんですけれども、前半は本当に一視聴者といいますか、そういう感じで見て聞いてという感じですごく楽しませていただきました。はい、自分も もっと頑張ります。西山さんもこういうところです。キヌガサだけ喋ってないのに最後に気づいてキヌガサに振ってくれるっていう、そういう配慮というか勉強になります。根が優しいもんね。もうみじみでけども、何すみませんすみません、いやでもね、本当に最後キヌガサさんのこう優しい声でまとまる。だから深井さんでドーンって始まって、で、その語りで言うと、中西さんにバトンが受け継がれて、で、それで木村さんに行くっていうのが、もうこれ誰がキャスティングしたんだろうかっていうぐらい、もう本当にいいと思います。はい。ありがとうございます。なんとなく、なんとなく私がキャスティングしました。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。お褒めいただいて。はい、ちょっとこんな感じで頑張っていけたらと思っていますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、聞いていただいている皆さんもありがとうございました。ということで、またホームページと、ね、YouTube の方でアップをしていくのをお楽しみに待っていただけたらと思います。配信はここで以上となりますので、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。